当てるところがないじゃん。鎌田ですよ。そういうサイドをうまく使いつつ攻略して、うん、真ん中で勝負。うん、大木田中ズアスリートチャンネル。さあ今回も元サッカー日本代表の国さん、そして久保さんを迎えしてワールドカップのお話たっぷりと伺っていこうと思いますが、続いて第2戦コスタリカ、はいはい、これも絶対落とせないと。絶対です。久保さん落とせないですか。絶対に負けられない、ここにはあるってことですよね。はい、似てます。似てます。シュート練習しましたちゃんとシュート練習してます。2002年の時は俺はもう盛り上げ役だったから国さんよく盛り上げてたから。めちゃくちゃ盛り上がりましたさあコスタリカですが、なかなか情報もないというね、話も出てきていますけども、お二人は印象は、グリさん、コスタリカの印象でいかがですか？まず守備ですよね。守備がしっかり固い。で、はい、3バックで5バックにもなり得る。そこからまあ早い攻めをしてくるっていうことのイメージはやっぱ強いですよね。堅守速攻ですよね。はい、うん、久保さんも同じですか？そうですね、まあ、それプラスもちろんやっぱり速い選手とか足が伸びてくるとか、うん、はい、普段日本でやってるような間合いでは、まあ、海外でやってる選手日本代表も多いですけど、うん、まあ、ヨーロッパとはまたちょっと違う間合いで足が伸びてくるとか、しかも南米ともちょっと違う、なんかこう、うん、その小手先じゃないですけど、結構こうごねったりするから、ね、戦術も結構、ね、しっかりしてますよね。しっかりしてるんですよ。しかもしつこくて粘っこくて、どっちかというと日本に似てる可能性もあるってことですか。ぶつかるとか、ね、体格とかフィジカルとかそういうことでいうと近いんじゃないですか。近いですか。じゃあその、まあ、落とすことができない第2戦のコスタリカ戦ですけど、はい、まず坪井さんからキーワードお願いします。はい、僕は前向きサポートですね。前向きサポート、まあ、どういうことかというと、はい、まあ、おそらくコスタリカが守備のブロックをしっかり作ってくる、はい、うん、はい、でまあ、日本がボールを持つ展開が多いっていう中で、うん、こう外枠でコスタリカが、まあ、まあ 5-4-1 なのか、うん、5-3-2 なのか、ブロックを作った中で、うん、外枠では絶対ボールは回ると思うんですよ、うん、の選手も技術高いんで、うん、その中でどっかでやっぱ差し込まなきゃいけない、うん、くさび斜めのパス、うん、トップなのか、うん、インサイドに入ってきた選手を使うのか、うん、はい、そうなった時の多分食いつきは相当くるはずなんで、うん、あ、なるほど、うん、あ、その時に絶対後ろ向きで受けることになる選手に対しての前向きのサポートをどれくらい早くできるかどうかもすごく重要かなと思いました。しっかりそして当てるところがないじゃん日本。鎌田ですよ。ああ、そうだ、そこで鎌田選手が、まあ、もちろん今、うん、あの自分のチームでボランチをやることも多くて、うん、後ろでさばくってことも非常に長けてるんですけど、うん、こういう試合に関しては鎌田をやっぱりトップとその下にグッと置いて、うん、近い距離に置いていて、鎌田、はいはい、間で受けるのすごい上手いですから、うん、で彼が持った時に、で彼背負ってる時に後ろ向きでプレッシャー来てると前向くイメージありますよね、はいはい、意外と簡単に叩くんですよ。なるほど、叩いて動き直してまたもらう。なるほど、だから前向きのサポートをどれだけ早くできるかっていうのは、うん、特に守備固いブロック固いチームが重要になってくるかなと、うんうん、ああ今ちょっと映像見えてきました ね、いいイメージが。そうすると本当に1回目で言ってた福西さんの、ね、言ってたその誰が早くその後ろに来てるぞっていうのを伝えるかっていうのがすごい重要ってことで、縦パスですよ。縦パス、いつ縦パス入れんの、はい、サポートある時ね、はい、っていうこともつながるわけですよ、うん、なるほどね、うん、なるほど。さあ続いて福西さんお願いします、はい、そこに加えてやっぱキーはね両サイドです。いやーそうか、これ5バックの時とか3バックの時、うん、じゃあサイドバック相手のねワイドがどこにいるかによって両ワイド、日本のだから前の3トップの前の2人ですよね、がどこの位置取るのっていうのが中に入ってもいいわけですよね。そしたらセンターバックが出てくんじゃないの、サイドバックが来んじゃねえのっていうのをうまく釣り出せばサイドバックが裏から上がるとか、なるほど、そういう縦パス入れた後に落とした後にサイドバック高い位置いるよねとかっていう、結果サイドを崩すことによって中から点が入るっていう、結果って点を取りに行かなきゃいけないんで、縦パス入れた後に両サイドをうまく使いつつ攻略して真ん中で勝負、まあ連なってきますよね、真ん中真ん中だとやっぱこれちょっとコスタリカは厳しいと思います。あとね、取られた時のカウンターのリスクがちょっと高い。そうなんですよね、そうですね、コスタリカ本当そこなんですよね、ってなったらまだサイドで取られた方が、うん、日本にとってはリスクは少ない。大陸間プレーオフでも 1-0 で勝つ、うん、ね、勝つんですよね、その勝ち方で来てますからね。そうなんですよ、それを多分変えては来ないと思うんですよね、来ないですよね、変えないだろ
ね。酒井選手とか、うん、この後、まあ、中山選手怪我しましたけど、うんまあ、このキープレーヤー福井さん挙げるとすると誰ですか、日本代表は。コスタリカ戦だと、ねはい、コスタリカ戦の、まあ、さっき鎌田選手って、うん、おっしゃいましたけど、うん、僕は、まあ、左サイドに出た選手、うん、なるほど、右伊藤純也とかであるでしょうし、うんはいまあ、堂安にしたら堂安の中絞ってくれいいし、うん、左サイドにじゃあ南野なの久保なの、はい、でもスピードある三笘なのとか、うん、誰を使うかによるんで、うん、それに合わせて、はいちょっとサイドバックの高い位置取るとか、うん、鎌田がちょっと左流れるかとかっていうところに変わってくると思うんで、うん、僕左サイド、うん、誰出すんだろうな、うん、誰だと思いますか、うん、コスタリカ戦ですか、ね、コスタリカ戦どうなんですかねあそこ多分左サイドって本当難しいんですよ、うん、難しいですよねで3戦とも予選の、うん、そのままいかないんで初戦、うん、途中から三笘だったら、うんうんうん、2戦目もしかしたら最初から三笘ありかも、まあ、なるほど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 とかボール持てるなってなるんだったら、うん、もう竹内さん久保をそのまま入れちゃ う、うんはい、うん確かにそういう部分で言うと三笘選手なんかめちゃくちゃかき乱すっていう部分で5バックをかき乱すっていう部分では、うん、めちゃくちゃいいですよねドリブルも中もいけるんで、うん、でこう2人来た時の間もいけるんで、はいはいはい、数的不利を突破できるそうですよね。そうですよね。伊藤鎌田誰かですね。そう浅野にするっていうんだったらもうどんどんと行かせばいい。そうですね。どんどん行かせばいいから。そしたらもうサイドワークが相手出てこれないぐらいにしとけばいいんで。うんうん、だからそこは初戦と、うん、あと森保監督が、ね、2戦目のそこどこ、うん、狙いですね。狙いですよね。得点の取り方の。うん、僕でも2戦目、はい、トップ上田綺世来ないかなと。おお。サイド攻撃あるんで。はいはいはい、はい。そうだね。という時にやっぱ真ん中上田綺世いるっていうのは。いいっすね。いいっすね。つぼのように縦パス受ける人だよね鎌田がまあ受けれるとしても、はいうんうん、こうなれるんで、うんうん、こういうふうに受けるタイミング2人でずらせられる、うん、あそれ面白いっすね来ないかなと思ってますだいたい2トップを壊すならあ3バックを壊すなら2トップの方がいいですよ、うんはいはいはい、あ壊しやすいんで、うんうん、じゃあ、はいいやうん、森保さん見てくんねえかな見てくれてるかな。いやもういろんな想像できましたね。はい、うん、さあということでコスタリカ戦皆さんコメント欄、ご意見いただければと思います。今回も豪華糖質カット炊飯器当たるワールドカップクイズありますのでご覧ください。糖質最大 45% カット炊飯器ロカボを販売しております株式会社44の角田と申します。今回 Uber Eats で低糖質おにぎりがオーダーできる糖質カットご飯専門店ロカフェがオープンしたのを記念してロカボの SNS アカウントをフォローし問題に成功した方毎回1名様にロカボ炊飯器をプレゼントさせていただきます。当選者は配送をもってお届けさせていただきます。それでは今回の問題はこちらです。ワールドカップ決勝に3度進みその全てで敗れた国はどこでしょうか。答えは締め切りまでにこちらのインスタグラムにお答えください。振るってご参加ください。こんにちは、女子カーリングチームフォルティウスの船山由美です。皆さん、スマホの電池持ちやなんとなく調子が悪いといったお悩みはありませんか。そんなあなたにとっておきの解決策とお得なキャンペーン情報がありますので動画を最後までチェックしてください。それではこちらをご覧ください。最近スマホの調子が悪い、いつ電源が落ちるかわからない、スマホの体調管理できてますか。そんなあなたにスマホカルテ。アプリをダウンロードしてワンプッシュであなたのスマホを無料で健康診断、センサーなどの診断で故障のサインをキャッチ、あなたのスマホの隅々までわかっちゃうんです。あなたのスマホ健康診断してみませんか。まずは無料診断。皆さんのスマホは今健康ですか？故障予測診断アプリスマホカルテはあなたのスマホの健康状態を診断し故障のサインを見つけることができるアプリです。ぜひこの機会にスマホカルテをダウンロードしてみてください。そして今ならアプリをダウンロードしスマホカルテ有料コースを購入してくださった方にお得なキャンペーンを実施中。この QR コードからキャンペーンページを今すぐチェック。アスリートのために作られた減らさず控えず落とすという新発想、糖質 45% カット炊飯器ロカボ。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。
世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。